こんにちは、佐々木香織です。今日も YouTube チャンネル始めます。はい、こんにちは。ジャイコさん、少し緊張しておりますね。はい、ね、全然さっきと全然テンション違いますもんね。そう、ほんと普段の見せたいわねえみーちゃん、ほら普段のジャイコになってごらんって言ってごらん。ほらこんにちは。こんにちは。みーちゃんはこのバーバのこれが欲しい。時計をあげれない。これ、こっちあげる。じゃあ、はい、これあげる。はい、どうぞ。それあげるからね。押してる、してる。あ、してるね。あ、こっちもしてる。いいね、みーちゃん。はい、もらったら帰るね。はい。はい。元に戻りまして。はい。前回もやりましたけれども、各成人のあるあるを今日もやっていきたいなと思います。六星占術の、携帯サイトの中でですね、会員の皆さんからこの六星のあるあるないですかっていうことで、募集しました。そしたらたくさんのあるあるをですね送っていただきまして、まあ、その中から皆さんに今日は木星人をご紹介していきたいなと思います。はい、いきますよ。もういきますか。はい、この間は金星人でしたからね。はい、今日は先生の先生の私のやつ。あ、顔だなったんですね。はい、そうです。今日は気が楽です。はい、自分のことじゃないから。すみませんよ。すみませんよ。いいですよ。はい、何が来たんでしょう。はい、行きます。道に迷いがち。おお、道に迷いがちこれ自分の嫌だな道はね、苦手なんですよ。地図とか読むのちょっと苦手な方多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それは私的にはなぜかというと、すごい考えすぎちゃうんですね。なんで、まあ地図をこう見ても、曲がる路地みたいなのがちょっとちっちゃいのがあっても、そこも一つ道とカウントしてしまったりとか、そうするとやっぱりそこを間違ったところね、当然曲がると迷いますし、ナビなんか入れますけど、私あれはもう一切信じてませんまあ大体目的地周辺ですってところで降ろされますからね。それだと意味がないんですよ。私はその目的地の目の前まで行ってくれないといけないんだけど、目的地周辺ですって、まあもうなんか切り捨てられるからね、ナビは。そういうことなんですかね、道に迷いがちっていうのはね。違います。あ、結構トイレ行っても出口こっちから来たのにこっちに出たり、で先生こっちじゃないですよ、向こうですよ。いや、特にスタジオ行った時が困るんですよ、トイレが。スタジオってもうなんか迷路みたいな感じで、一回出ちゃったらそこ の自分の部屋までなかなか戻れないんですよ、ね、トイレまで行っちゃうと必ず同伴で行きますよね。そうそうそう、トイレで。だから多分帰ってこれないと思ってトイレまでくっついてきますまあ道に迷いがち、まあ、あると思いますね。それはありますね。ありますね。はい、何ですか。トイレの場所を確認しがちすごいね、これ私のこと言ってんのって思うんだけどさ、トイレの場所は確認しないとすごい不安なんですよ。なんか急に自分がほら、例えば映画館とか全然知らない映画館とか行って、万が一急にトイレに行きたくなるかもしれないってことを考えると、まあ途中で出るなんていうのは普通迷惑だから、さまよいたくないし、いろいろ聞くのも悪いしとか、いろんなことを考えると、先に事前にやっぱりその場所は知っておかないとなっていうことで、どっか知らない場所とか行ったら必ずトイレの場所は私は確認します。まあ、この方もそういうことですよね。だからトイレの場所を確認します。まあ、木星人っていうのはやっぱりすごい心配性で不安があるところがあります。そして何でも物事慎重なんで、やっぱり念には念をということで、まあ自分の備えとしてそういう行動をされるんじゃないでしょうかね。おそらくだからそれがこだわってる場所がトイレじゃないとしても、いつも喉乾いちゃう人は自販機どこ近くにあるかを確認しておくとか、すぐ忘れ物してしまう人はコンビニが近くにあるのかとか、自分が心配するポイントによって何がどこにあるのかっていうのを慌てずに済むように確認するんじゃないですかね。これは分かりますね、私も。どうですか、トイレの位置はスタジオ行ったら必ずチェックしてます。あ、それは私のためにでしょ。で自分しないでしょ、だからあんまり多分。まあ、行けばどっかあるかなみたいなことなんですけどその感覚が違うんですよ。そんな急にトイレ行きたくなります？ならないです、私は。いや、なるよいや、なるんだよ。いや、だから車とかでもあるんだよ。もう、だから、ほら高速、長い間高速で渋滞しちゃって、サービスエリアとかをちょっとあと何キロとかちょっと確認したいもん。そしたら、だからもう必ずいつも言ってるのは、渋滞する前に言ってよって言って、もう渋滞始まっちゃうとしばらく行けなくなっちゃうっていうと不安に襲われるから、
もう渋滞入る前には必ずそのどっか入る前のサービスエリアに寄るからねっていうのは言ってます。そんなトイレ心配なんですか？いや心配いや基本心配だよ。なんか行けない状況になると行きたくならない、人間の心理としてわかんないけど行けない、もうこの先行けませんって言われてるようなもんじゃん、あの渋滞って。だからトイレは言ってもらいますよ、ね、はい、トイレ言ってもらうの、トイレ確認は重要です。そういや、それで私このコロナ禍において京都に移動するとき車で移動してるんですよ今。だからポータブルトイレ買いましたよ。必ず車に積んでありますよ。いつ行けなくなっちゃうかもわかんないしさでも一回も、いや一回も使ってないいやだからこれ不思議なのよ、積んでると東京から京都まで一回も行かなかったからね。サービスエリアも寄らずポータブルも使わずすごくないってちょっと自分で思ったんだけど、あ、だから心配な人積んどくといいですよ。多分行かなくなるから多分いつでも行けると思うと行かなくなるんですよ。これも一つ解消法だなと思いました。今回学びました、このコロナ禍ではい、はい、人のおすすめスルーしがちあ、そうかね。これは私そんなになんかあの自分でそこまでのあれはなかったけど、そうかな。結構こだわりが強いので気に入らないと本当納得しないと買われたりしないじゃないですか。確かにね、まあ、まあいろいろおすすめしてくれるじゃないですか店員さんって。だけどあの本当に自分がこうちょっと試してみたりとか、まあ、して納得した上でじゃないと何でもかんでもっていうのは買わないですね、うん、でも絶対何でもかんでも買う人って思ってるね、みんな意外と買わないですよね。そうそう、もういろいろは勧めてくるけど、こう自分なりに調べた結果よしとしたものを買う。あ、そういうことなんだこの人の言ってることは、はい、そうかも。そういうふうに言われると人のおすすめするうちがちかもね。他のなんかアドバイスはどうなんですか？あ、意見ってことですか、うん、あ、意見はもちろん聞きますよ。でもやっぱりその後にいろいろ調べますよね。だからいつもほらやってる YouTube の打ち合わせとかでもスーパーポジティブな方なんで、あれもやりましょうこれもやりましょうみたいなことを今撮ってる方はおっしゃいますけどまあ一応自分の中でこれはあのまあ自分の中でありかなとかないかなとかっていうことはやっぱり考えて、行動してるつもりですけど、うんうん、でスルーってことはちょっと違うんですよ。そうですね、まあ、スルーはちょっとそうだね、違うのかもしれないね。そうに見えるかもしれないけどね、意外とこう考えた答えで決めてるはずです。第三者が見るとスルーしがちだよねって見られちゃう、うん、そう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 、多分そういうふうに思われるでしょうね、きっとね。ありますね、そういう人変わりさん。基本意見は聞いていただいてるので、全然スルーっていう感じはしないです。うん、今なんかあれだろ、なんか言い方やってて、計算してないの。いつものことをちゃんと言ってますよ。怖い。いやいやいや、聞きますよ、やっぱり人の話は。はいはい、休みを取るのが下手。はあ、これはちょっと思い当たりますね。多分ね、あのオンとオフの切り替えが木星人の人は下手なんだと思うんですよ。かといってすごいエネルギッシュに常にスイッチが入ってるってわけでもないんだけど、なんか追われてることも嫌だし、なんかこう期日までに出さなきゃとかすごい変に生真面目な部分があるから、溜め込むのも苦手だし、それがまた自分の不安になるし、だからずっと何かをやってなきゃいけないっていうのが、まあ、私なんか期日があれどもなんかずっとこう迫ってくるんで永遠にやっちゃうんですよね。だからどっかでこの日本当に休みですよとか、もう事務所来ないでくださいとか、なんかそういうのがないと、そしたらこの間もパパと旅行にみたいな時でもなんかそういう原稿持ってっちゃうとか、できればもしちょっとの隙があったらやった方がいいかなとか、まあ、そういう風になっちゃいますね。そういうことなのかな、この人の休みが取るのが苦手っていうのは。常に仕事のことは考えてますよ。そうね、考えてたいわけじゃないんだけどね。多分なんかこう金星人みたいに何かこう常に考えてた方がもういいとかそういうんじゃないんだよね。考えちゃうんだねだから多分下手なんだよね、この休みを取るっていうのはね、うん、多分この方も取らなきゃいけないし、取りたいんだけどなんとなくうまく完全にオフになってないとか、なんか休めてないか、どっか疲れが残っちゃうとかっていうことなんじゃないですかね。どうやって休み取るんですか？いやもうだから私は完全にオフっていうのを決めてます。何も持ってかない、何もそういう仕事の環境を見ない、このオフをちゃんと
仕事じゃないけどちゃんとオフとしてこなすっていう風にしたりとか。オフをこなすんですか。そうやっぱりなんかこう他のこと考え出しちゃうとさ、なんかそれが止まっちゃって、なんか十分その家族で楽しむのになんか別なことを考えちゃうとかやっちゃうとか言うとダメだから、もう今日はもうそのお休みを楽しむっていうふうに決めて、一日を楽しむ。オフはオフとしてやるって決めないといけないんですね。そう。じゃないともしかしたらちょっと隙があったらちょっとこれやるってもいいかなとか、まあそういうふうになっちゃったりするから、もうあとはもう休みってもう前々から決まってたら、ここまでに絶対仕事しないでいいように全部片付けるとか。なんかその整理をしないと多分どっかで何かがやっちゃったりとかってなるんだろうな。溜めるのが嫌なんだよね。溜めるのが嫌なのですぐ渡したらパンってすぐ帰ってきます。自分でこう思ってるのが嫌なので、そうそう、手放したい。だから意外とすぐ戻ってきてこっちがアップアップすることもある。え、もう終わっちゃったんですかって言われたりするから。そうそう、多分なんかこの余裕を見て持ってきてくれてるんだろうけど、もうもらった段階でもう気になっちゃうから期日が。で一応また心配性だから、この期日に出してもその後に何かがとか考えるから、まあとりあえず早めに手放しておけば、まあ、ことはうまくいくだろうっていう感じですかね。うん、だから多分いろんなことがこの人も多分ね、その休みを取るのが下手っていうのは、その切り替えオンとオフの切り替えがなかなかうまくできないっていうのはあるんじゃないですかね。今日はこの木星人についてのあるあるをいただいた中からお話ししました。まあ私も木星人なので、このいただいた内容は自分にもなんかこう当てはまるなと思って、ちょっとおかしい部分もありましたけれども、まあ皆さんもう家族のね、人が木星人とか、周りのお友達が木星人という方ね、ぜひ、この今の話を聞いて思い当たるなと思えば、他のね、家族の方の星人も調べてみて、ぜひ六星を活用していただけると、どんな人なのか、どうなのかっていうのを悩まずにね、生活できると思いますので、ぜひご覧ください。そして、YouTube チャンネルの登録よろしくお願いします。